妹の結婚式は嫁のお前だけで参加してくれ。何言ってんの、式は明日なんだよ。お前が出れば問題ないだろ。これは急病だって説明しといて。理由があって欠席するんじゃないの。あんなやつの結婚式、金と時間の無駄だ。突然どうしたの、あずさちゃんと何かあった。ちょっとな。結婚式を欠席するほどの理由がちょっとのわけないでしょ。喧嘩したんだよ、そしたら殴られた。優しいあずさちゃんが、想像できないんだけど。本当なんだよ、怪我もさせられたんだ。あずさちゃんの力で工場勤務のあなたを殴って怪我させるって想像できないよ。俺が腕に包帯巻いてたの見ただろ。そんなことあった、覚えてないんだけど。3ヶ月前の話だよ。それ工場で怪我したって言ってたよね。女に殴られたなんて恥ずかしくて言いづらかったんだよ。今日は結婚式の前日なんだよ、せめてもう少し早く相談してほしかった。そしたら参加を見合わせられたのに。お前ってやつは心配の一言もないんだな。心配したし、太一のために力になってあげたいけど、結婚式を直前に欠席したら私たちが悪者になっちゃうよ。俺だけ欠席すればいいだろ。理由はどうするのよ。風邪ひいたって言えばいい。嘘は良くないと思う。ちゃんと結婚式に出て後から話し合おう。あいつは話し合いをするようなおとなしい女じゃない。お前に危害が及ぶ前に早く離れよう。それって縁切りってこと。あずさちゃんにも言い分があるかもだし、それはちょっと一方的すぎるよ。あいつと話し合うつもりなのか。大怪我するぞ。ゴリラじゃあるまいし。お前はあいつの表現を見てないからそう言えるんだ。大怪我してからじゃ手遅れなんだよ。さすがに結婚式では手を出してこないでしょ。確かにそうだけど、俺あいつが怖いんだ。あの時のことを思い出すと今は足がすくんで手が震える。私が隣にいて手が出せないように見張るよ。なあ頼むよ、あずさのところに電話して40度の高熱が出たって伝えてくれよ。子供みたいなこと言わないでよ。それから太一を納得させるまで1時間も LINE を続けて疲れました。私の名前は高橋みゆきと申します。年は28歳で、夫の太一は33歳です。夫は私より5歳も年上なのに、ちょっと考え足らずなところがあって困ってしまいます。だから今回の喧嘩のことも夫に原因があるのではと少し疑ってるんです。義妹のあずさちゃんはすごくいい子で、怒ってるところなんて一度も見たことがありません。夫を殴ったにしてもそれだけのことをする理由があると思っています。だから結婚式が終わったら折を見て話をしようと思っていたのですが、結婚式当日に夫が信じられない行動をとってしまったのでした。結婚式当日、玄関に靴がないけど、どこに行ってるの？結婚式に行けなくなった。ドタキャンはダメだって、昨日散々話し合ったでしょ？社長直々に指示された出張だから断れないんだよ。何よそれ。出て行く前に説明してよ。事態は一刻を争うんだ。何があったの？会社が倒産するかもしれない。え？一体どうして？社長が取引先とトラブっちまって大口顧客を失いそうなんだ。だから俺が交渉役として社長と一緒に現場へ急行してるところ。そのミスって太一じゃなくて社長がしたんだよね。なのにどうして太一が行かなきゃいけないの？やらかしたのは社長だけど、その会社の担当がちょうど俺だったんだ。担当がいた方が話がしやすいだろ。でも今日はあずさちゃんの結婚式だし、そのために休暇も取ってたのに、わざわざ太一に行かせるなんてちょっとひどいんじゃない？従業員10人の会社じゃ他に適任がいなくて行けるのが俺だけなんだ。社長に泣いて頼まれたら断れないよ。それならしょうがないね。わかった。帰るまでに2日くらいかかると思う。え？そんなにかかるの？相手さんが頑固な人だから、社長と2人がかりでも数日かけて説得することになると思う。仕事なら仕方ないけど、ただ式を欠席してもあずさちゃんとの仲がますます悪化しちゃうかも。仲直りは早い方がいいと思う。わかってる。一人で先走ってあずさに話を聞きに行くなよ。そんなことしないよ。じゃあ私結婚式の準備があるから。え、ちょっと待って。どうした？机の上に置いてあったご祝儀がなくなってるの。中に15万円包んであったのに。私他の場所に置いたっけ？それなら俺が持ってる。なんで？それはあずさちゃんに渡すものだよ。北海道行くのに金がいる。 ATM で下ろせばいいでしょ。せっかく診察用意したのに。財布に現金がなくて飛行機の時間もあるから ATM に寄る時間もなかったんだ。しょうがないじゃん。また銀行に行かなきゃ。結婚式は11時からだし、銀行は9時には開くだろ。9時から美容室の予約入れてるの。
余裕を持って会場に入りたいから事前に準備してるのに、こっちの気持ちも考えてよ。あんな女に金なんて払う必要ないし、ご祝儀袋だけ持って行って中身は空っぽにしといてやれや。いくら喧嘩したからってそこまでする？それほど俺は妹を憎んでいるのさ。悪いけど、あずさちゃんとは仲良くしてきたし、いくら太一が殴られたって言ってもその要望には応えられない。お前さ、旦那より妹の肩を持つわけ？そういうわけじゃないけど。それならご祝儀のことも仕事のことも文句言うな。俺だって急な仕事で大変なんだよ。ごめん。2日後。やっぱ出張伸びちゃってさ、まだ帰れねえわ。この2日間何してたの？出張だって言っただろ。電話が通じなかったよね。こっちは大変だったんだから。ごめん、電源切ってそのまま忘れてた。今日あずさちゃんのお葬式だよ。早く帰ってきて。は？何言ってんの。結婚式の当日、会場へ向かう途中で事故に遭って、その日のうちに亡くなったの。マジかよ、タイミング悪すぎ。仕事が忙しくてまだ帰れないんだ。葬式もお前の方でやっといて。結婚式だけじゃなくて葬式も不参加とか。信じらんない。俺だって帰りたいけど交渉が難航しててさ。まだ仕事なんて嘘つくんだ。北海道旅行楽しんでるくせに。嘘じゃない、本当に仕事で忙しいんだ。じゃあ社長さんと一緒にいるところ写真に撮って送ってよ。それなら信じる。今そばにいないんだ。だろうね。妹さんの葬儀、社長も来てるから。何言ってるんだ、社長は今一緒にいるよ。じゃあ今こっちにいる社長は偽物？それともドッペルゲンガー？お前が何言ってんのかよくわかんねえよ。太一が嘘ついて旅行に行ってるの、私も社長さんも親戚にもみんなにバレてるからね。どうして？太一に電話したけど全然繋がらなくて、会社に電話したら社長さんが出たの。うわマジかよ。社長さん言ってたよ、北海道の取引先なんかないって。それは分かったけど、どうして社長が妹の葬儀に出てんだよ。他人なんだから関係ないだろ。社長さんは私のこと心配して太一の代わりにお葬式の手伝いに来てくれたの。そうだったのか。でも社長は妹と関係ないし、すぐに帰ってもらってくれ。お礼も言っとけよ。嘘ついて会社を休んだから社長さんにも理由を知る権利はあるよね。ストレスが溜まってちょっと息抜きがしたかったんだよ。嘘つき、浮気相手と北海道旅行してるんでしょ。は？そんなことしてねえし。あずさちゃんの部屋から探偵事務所の封筒が出てきたよ。中に浮気調査の結果が入ってた。それ社長にも見てもらったから。捏造だ。喧嘩した腹いせに仕返しようとしたんだよ。あなたと女の人が外で抱き合ってキスしてる写真があるけど、これは偽造ってこと？俺はそんなことしてない。妹のやつ、俺に似たやつを用意して浮気を仕立て上げたんだ。うちと同じナンバーの車でキスしてる写真もあるけど、これでもまだ言い逃れするつもり？すみませんでした。でも俺は悪くないんだ。相手から強引に誘われて付き合ってくれなきゃ奥さんにこのことバラすって脅されたんだよ。滞在日数を伸ばすくらい楽しい旅行だったんでしょ。明らかに太一も乗り気だよね。もう北海道に住んじゃえば？いえ、すぐに帰ります。帰ってこなくていいよ。葬式終わった後もまだ忙しいし、太一がいたら邪魔だからさ。じゃあ片付け終わったら家に帰るね。仕事もクビだからそっちで仕事探して骨をうずめな。え、嘘ついて仕事サボって浮気するような倫理観のない社員雇えないってさ。そんな、これから家に帰ってみんなに謝るから、それで勘弁してくれ。何より許せないのは、あずさちゃんに浮気を指摘されても関係を続けた上、殴られたなんて嘘ついて私とあずさちゃんを引き離そうと工作したことよ。でも殴られたのは本当で。あなたの言ってること嘘まみれで何も信じられない。私はあずさちゃんを信じる。くたばったやつなんかより今生きてるやつの方を信じろ。いい加減にして。あずさちゃんは結婚式の準備で忙しい中、太一の浮気を注意したり浮気調査したり頑張ってたんだよ。お前のためじゃねえよ。浮気するような兄貴がいたら身内の恥だから注意しただけだろ。浮気の証拠と一緒に私宛の手紙が出てきてね。それを読んでみんなで泣いてたの。手紙くらい俺にも書けるし。太一には絶対書けない。どんな内容だったんだよ。お兄ちゃんの浮気を止められなくてごめんなさい。もしお姉さんとお兄ちゃんが別れても私の姉でいてくれますか？本当あの女小高しいわ。あずさちゃんをどこなでも貶めて絶対に許さないから。お前と別れるなら新しい彼女と暮らすことにするから慰謝料請求とかなしで頼むわ。
どこまでおめでたい頭捨てんのよ。大地と浮気相手の両方に慰謝料をきっちり請求するからね。俺の貯金の半分やるから、それでいいだろ。浮気相手の旦那さんからも慰謝料請求されるから、貯金の半分どころか全部持ってかれるよ。は？彼女は独身のはずだ。探偵の調査結果には旦那さんいるって書いてあったけど。調査結果が嘘か間違いじゃないのか。プロが間違えるわけないでしょ。そんな、俺と結婚したいって言ってたのに。嘘つき同士、お似合いのカップルだね。俺も彼女に騙された被害者ってことだし、ここは痛み分けってことで慰謝料はなしにしてくんない？地獄に落ちろ。旦那からも慰謝料請求されたらさすがに払えねえよ。それでも働いて払うんだよ。盗んだ祝儀も返済請求するから逃げないでね。お願いだから助けてください。後日だ。それから大地は北海道から私に許しを請うためにすぐに帰ってきました。私は彼を ATM まで連れて行き、奪われたご祝儀をすぐに返すように迫り、その時に残高が見えたのですが、残高は20万しかありませんでした。ご祝儀15万円を返済したら残り5万円しかなくて、私に泣きついてきましたが、無視して実家に帰りました。浮気のたびに自分の貯金を ATM で下ろしていたのに、残高を把握してなかったみたいです。家のお金に手をつけられる前に離婚して正解でしたね。それから私は大地と浮気相手の2人に慰謝料100万円を請求し、離婚が成立しました。義父母から聞いた話だと、大地は葬式に来ていたあずさちゃんの友人に離婚の経緯を言いふらされてしまい、地元の友達全員からも絶縁されてしまったそうです。仕事をクビになった彼はどこか遠くの地で土建屋の社員をしていると聞きました。肉体労働で苦労して稼いだお金のほとんどを慰謝料で持っていかれると嘆いているそうです。私は大地と離婚成立した後、緊張の糸が切れたのか急に涙が出てくる症状に困らされていました。そんな折、あずさちゃんが夢に出てきて、お姉ちゃん頑張れと励ましてくれて、その後は涙が出なくなりました。あずさちゃんはどこまでも優しいですね。私も少しずつ前に向かって歩いていこうと思います。